どうも、クワです。なんかこうやって自分の顔を映して撮るのはかなり久しぶりなんで、ですね、今回の企画は、緊急事態宣言が結構明けちゃったけど、まだまだ家にいたいし、家でやりたいことがあるからやってみようの企画。北の内氏さんたちがやってた、1週間断食生活っていうのをやりたいと思います。これはね、企画をパクったじゃなくて、企画をカバーしたカバーソングみたいなことっす。はい。なので、ルールも完全に北の内さんたちと一緒で、断食を進めていきたいと思います。まあね、こういう時しかそういう断食とか結構過酷なのはできないかなと思うので、それをやっていきたいと思います。で、先ほども言った通り、ルールは完全に北の内さんたちと一緒です。まあ1週間丸々全部食べないっていうわけではなくて、最初の2日間は、断食の準備期間で1日玄米1杯、1パックと具なしの味噌汁1杯。それが2日間、最初の準備期間。で、その後の3日間は、何も食べません。3、4、5日は何も食べない。これはマジで断食期間。マジの断食期間。断食です。で、最後の2日間は断食の回復食って言って、なんかまあ、胃を徐々に慣れさせるために、また最初の2日間と一緒で、玄米1杯と、具なしの味噌汁1杯だけっていう感じになります。で、本当にこれ以外のものは、食べないです。つもりです。食べないです。で、飲み物は水だけ。で、まあ1日2リットル以上飲むといいっていうことらしいので、それも従順に遂行していきたいと思います。今日から始めるんですけど、今朝の9時とかなんですけど、こっから1週間、断食生活を送っていきたいと思います。もうすでにお腹が減っています。で、ちなみにです、今日初めの体重がこちらです。ちょうどね、朝測った66キロだったので、ここからどのぐらい上下するのか。まあ、1週間後に体重をもう一回測るということで、3キロぐらい痩せるといいなと思ってます。まあ、断食には他にもなんか肌をきれいにするとか、なんか胃の中のものを一回こうデトックスするとか、そういった効果もあるみたいなんで、いろいろね、レポートというか、できたらいいなと思います。スタート。ということでですね、1日目の夕方ぐらいです。今、4時41分。今までね、ちょっと会社に行ったりしなきゃいけなくて、会社に行って、仕事をしてました。で、普通の帰りにね、この断食生活で、まあ、鍵となるご飯たち。まあ、準備期間と回復食かは、こちらの玄米ご飯を1日1パック食べます。そこにお味噌汁、もちろん具は抜いて食べます。これが1日1個。で、もう1個ね、なんか塩は舐めていいって書いてあったんで、600円ぐらいする塩をね買ってきました。宮古島の塩みたいなんでね、舐めるのが楽しみですよ。で、今、朝からまあもちろん何も食べてないんですけど、今のお腹の減り具合的にはなんかそうでもないっていうか、なんかちょっと頭が痛い気もするけど、それはデフォルトで痛いような気もするんで、特にお腹は減ってないので、1日目はね、できるだけ、まあ夜、今4時とかなんで、我慢できるとこまで我慢してご飯を食べていきたいなと思っております。1日目の夜です。まあ別にね、なんかお腹は減ってるんですけど、食べなくてもまあ全然やっていけるんですけど、まあ断食のね、中3日マジで何も食べない3日間のために準備期間としてここは食べなくてもいいけど食べときます。で、まあ玄米ご飯で買ったやつがね、ちょっとなんか豆がいっぱい入ってるやつでした。やだね、豆嫌いっす。まあ別にそんなにこの断食に支障はないと思うんで、この豆はね、気にしないで食べたいと。そして、味噌汁ですよ。で、これもね、もちろん具は取って食べたいと思います。お腹減ってんだけどね、別に減ってないんだよね。しっかり長ネギは別にしております。あ、入れてきます。あ、めっちゃいい匂いだわ。美味しくないです。ああ、まあこうやってね、ちびちび食べていくと思います。明日もこれか。ご飯を食べ終わりました。美味しくはなかったんですけど、このね味噌汁の味噌が美味しかったんで、なんとか耐えれたかなって感じです。水も一緒に飲んでたんで、結構お腹もいっぱいです。この感じだと今んとこ余裕っすね。では明日の朝、また体調がどうなってるのかチェックしてきます。断食生活2日目の朝です。昨日の夜、玄米とお味噌汁を食べて、普通の夕ご飯みたいな感じになったので、今ちょっとお腹空いてるなって気持ちはありますけど、そんなにこれを食べなきゃとか、これを食べたいっていう欲はないですね。別に案外余裕なんじゃないかって思うんですけど、多分この今日の夜とかが一番辛いのかなとは覚悟しております。で何もしないっていうのはあれなので、ちょっと筋トレとか、ついでに同時進行で始めてみようかなと思います。なのでまずね、朝は筋トレからで、今日もちょっと会社に行く用事があったりするので、会社でね作業してみたいな感じにな一日になるかと思います。そんなに今んとこまだ辛くないな。今日も一日頑張りましょう。では筋トレからスタート。はい、というわけでですね、現在2日目の夜、2日目の夜19時ぐらいです。ちょっと会社にね長くいて、お昼過ぎから6時とか18時ぐらいまでいたので、ずっとね作業してたんで、あんまりお腹の減りは気にならなかったです。でもね、正直そう作業しててもパソコン打っててぼーっとするなとか、ちょっと頭が回ってないなっていう感じの気持ちはすごいあって、でも一回集中しようって個人的に思うとやりきれたので、特にねそんなにはまだ問題にはなってないかなって感じです。で頭の痛さもね別にそこまでないんですけど、ちょっとずつ昨日よりかちょっとこの辺とか頭痛があるなって感じで、今のところまだ大丈夫です。お腹の減り具合もね、そこまで、想像してたよりかは全然減ってなくて、想定内だなっていう感じなんですけど、だんだんねやっぱ1日目に比べたらかなりきつくて、胃の中が空っぽだなっていう感覚になります。すごい。でこっからねちょっとまだいろいろ作業とかが残ってるんで、それをやりつつ、時間を潰していこうかなと思います。時間を潰すっていうのもあれなんですけど、時間をねもうちょっと今7時なんでね、ちょっと夜ご飯食べるのには個人的にはちょっと早いので、もうちょっとゆったりというか作業してから夜ご飯を食べて、今日はおしまいにしたいと思います。はい、というわけで2日目の夜ご飯です。時刻はね10時ぐらいなんですけど、これゆっくりね食べていきたいと思います。玄米ご飯と味噌汁、ちょっと今日は薄めにね作りました。もちろんわかめって書いてありますけども、具は入れてないです。薄めの味噌汁と玄米ご飯です。これをねゆっくり一口で30回咀嚼ぐらいしながら食べていきたいと思います。明日からね何も食べれないので、これが最後の食事です。この玄米ご飯がとてつもなく美味しくないので、買った雪塩っていうのをかけて食べたいと思います。雪塩をかけるとこんな感じです。自国の断食生活3日目の朝です。昨日はね、夜ご飯玄米と味噌汁を食べて、もうなんか眠くなってすぐ寝てしまいました。今日から3日間水と塩だけで生活をしていかなければならないので、今焼肉が食べたいとか寿司が食べたいとかすごい自分の体のデトックスも兼ねて我慢したいと思います。で、体調的な変化で言うと頭がすごい痛い。昨日の夜もそこそこ頭は痛かったんですけど、今日の朝起きてなんかこう頭がこう縛り付けられる感じですごい痛いです。顔周りとかはシュッとしてきたかなって、体重は測ってないんですけどとしてきたかなとは思っているので、それを励みにね頑張りたいと思います。ではとりあえず筋トレからどうぞ。というわけでね、筋トレも終えたんで、ちょっと作業をしていこうかと思ってます。普通に水と塩です。この塩があるだけで本当に助かってます。なんかちょっと元気出るみたいな。やっぱね、お腹減りすぎてやばいんですけど、やっぱ写真をね編集しててね、なんかちょっと過去に撮ったご飯の写真とか、なんか自分でもやんなきゃいいのにってわかるんですけど、ずっとねご飯の写真を編集してました。なんか全部に力が入んないです。もう何か諦めてしまいたいという気持ちでいっぱいですが、ちょっとまだ頑張りたいと思います。3日目の夜です。今日はね初めて丸1日何も食べない。昨日までは玄米とお味噌汁の具なしを食べてみましたが、今日は丸一日何も食べないという生活を送っています。で、今22時ちょっと手前なんですけども、もうねお風呂入ったらもうお腹減りすぎてたまらないっす。マジでちょっとね諦めたいぐらいの限界が来てるぐらいの気持ちです。1日2日とかだったら結構余裕でできるんですけど、こう3日目ってなってくるとなんか多分急激にねお腹の減り具合というかもう波がすごいですね。辛いっす。で、なんとかねこう水を飲んだり塩を舐めたりしてやりくりしてます。体調的には朝すごい頭痛があってもう頭痛いと思ってたんですけど、頭痛自体はねそんなに起きてもろもろ作業とかしてる時には感じなくて、今別にそんなに頭痛があるかなっていう感じではないですね。でも本当にね胃の中が空っぽだから、なんかちょっとやっぱお風呂に長く入ってると気持ち悪くなったりするんで、そこは結構注意かもしれないです。明日明後日も何も食べないという感じなので早めに寝ようかなと思います。昨日一昨日と空腹で寝れないってことはなかったんで、今日はねすごい空腹なんでどうなるのかとは感じですけど。